はい、というわけで今日はね JR 倉敷駅の北口に来ました。北口といったら昔、千堀公園っていうねテーマパークがあったんですけども、もう今はね、なくなってしまって、まあ、その当時の、まあ、痕跡がまだ残ってるんですよね。まあ、赤字経営だったので、閉園してしまったということで、昔はあの倉敷の成人式とか千堀公園でやってました。今は商業施設アリオってのがありまして、その場所に昔はありました。でも今でも若干名残がね残っております。で今日はですねちょっとあのその名残をね探していこうかなという感じでやっていこうかなと思います。この感じ、街灯の感じがね、あの絞りっぽい感じでもちょっとありますね。なんとなく。まあ、千堀公園とは書いてないんですけど、まあ、デンマークのねデンマークってのをやっぱ強調してますね。やっぱその千堀公園っていうのはデンマークにある、まあ、そういう公園だなので、まあ、その使用料みたいなのもあったのかもしれないですね、名前の。本当にあのここがおそらくね入り口だったのかな。入り口でしたね。このあの銅像なんですけど、1998年に作られています。千堀公園は1997年にできたんですけど、その1年後ぐらいですね、1年も経たない頃にできた、途中で作ったんでしょうね。このあの先ほどのね銅像と時計台があった裏なんですけど、1997年って書いてます。これはねあの千堀公園ができた年です。こんな分かりにくいところにね残ってます。ちょっとバスターミナルの方に行ってみましょう。ちょっとこれ渡れる感じなので、
これもね、あの千堀公園のね園内にこういうね建物も昔ありましたね。こういう売店みたいな、まあトイレなんですけど、ね、消火設備、これもおそらく千堀公園の関係のあれですね。特になんか表記がこの中に表記が貼られているわけでもなく、アンデルセンって書いています。ここにひっそりと、ザ・ポエット・ H.C. アンデルセン倉敷チポリって書いてますね。おお、これはチポリってちゃんと書いてますけど、あのひっそりと下の方にっていうことですね。わかりにくいんですけど、ここに千堀号って書いてます。これね、あのどうだったかな、関西方面からの千堀の千堀港へ向かう快速がありました。多分その痕跡ですね、残ってます。剥がされてますけど、これもね、あの千堀公園の関係の遊具らしいです。昔千堀公園にあったらしいです、これ。見えるかな、メイドインデンマークって書いてるんですよね。デンマーク言ったらもう千堀公園、千堀か、千堀公園がのイメージなんですよね。なんでここに、あるのかめちゃめちゃ謎です。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。